はようございます。星野瑠璃です。2020年スプリンターズステークスの1週前分析動画ということで、いよいよ上半期の G1 シリーズが始まり、来週はスプリンターズステークスが行われます。今年はかなり面白いメンバーが集まってきただけに、配当妙味もありそうかなと思います。今年のスプリント路線は高松の宮記念からかなり荒れてる傾向になっているだけに、1週前からデータをしっかりと分析していきたいと思います。それではいつも通りデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、牝馬。スプリント路線では当たり前のようなデータになっていますが、牝馬が強いです。で、2014年からは6年連続で馬券に絡んできていて、2頭馬券に絡むケースも多くなっているので、今年も注目のデータとなっています。で、今年登録している牝馬は9頭いますが、やはり高松の宮記念2着で、安田記念でアーモンドアイを破ったグランアレグリアに注目です。あとはペースの鍵を握るモズスーパーフレアにももちろん注目しておきましょう。続いてデータその2、セントールステークス1着馬。セントールステークスはスプリンターズステークスの前哨戦になるんですが、セントールステークスを勝った馬というのはあまり本番では活躍しない傾向になっています。2000年以降でセントールステークス1着馬は6頭しか馬券に絡めていません。ただここ2年で見るとセントールステークス1着馬がスプリンターズステークスを勝っているだけに、少しもしかしたら傾向が変わってきた可能性というのもあります。で、今年のセントールステークス1着馬はダノンスマッシュとなりますので、どう見るかというのは人それぞれになるかなという感じです。続いてデータその3、前走。こちらが過去5年の前走成績になっています。で、先ほどのデータでも言いましたが、やはりセントールステークス組が少し不振な傾向になっています。で、この表を見る限りでは前走はバラバラといった感じなので、特に大きく意識はしないでもいいかもしれません。ちなみに今年のセントールステークス組は8頭が登録しています。で、セントールステークスの上位3頭であるダノンスマッシュ、名将グロッケ、ミスターメロディーも登録してきています。続いてデータその4、前走感覚。で、この表を見るとセントールステークス組が不振な理由が分かります。で、右側に書いてあるのは前走からの感覚になるんですが、中4周以上空けている馬が多くって、過去5年で馬券に絡んだ15頭中10頭が中4周以上空けている馬でした。で、3ヶ月以上空けている馬も5頭いるだけに、ローテーション的には間隔を空けている馬の方が有利という感じになっているのかもしれません。で、CBC 賞から始まり、函館スプリントステークス、北九州記念、キーンランドカップ、セントールステークスとスプリンターズステークスに続く重賞レースは夏の暑い時期に行われていることが影響を受けていそうです。で、今年の出走馬はほとんどの馬が前哨戦を使っていて、前走から3ヶ月以上空いている馬というのはグランアレグリアとカイザーメランジェの2頭しかいません。続いてデータその5、本年の重賞勝ち馬。その年の重賞を勝った馬が毎年馬券に絡んできています。
上位を独占するという年も多くなっているので、重賞勝ち馬のボックス馬券というのを買うというのもありかもしれません。で、今年の該当馬を挙げると、グランアレグリア、ダノンスマッシュ、モズスーパーフレア、ダイアトニック、ラブカンプー、レッドアンシェル、アウィルアウェイ、エイティーンガール、ビアンフェの9頭になってますので、まあ、何かしらの9頭ボックスは、まあ、的中率が高くなりそうです。続いてデータその6、当年の高松の宮記念高層馬。この表はその年の高松の宮記念で3着以内だった馬で、スプリンターズステークスでも馬券に絡んだ馬の一覧となっています。で、過去10年中7年で馬券に絡んでいるだけに、高松の宮記念で好走した馬というのは狙い目になっています。で、今年の高松の宮記念は1着のクリノガウディが4着に膠着になったので、該当馬はまあ4頭っていう感じになります。なのでモズスーパーフレア、グランアレグリア、ダイアトニック、クリノガウディがまあ該当する馬という感じになりそうです。続いてデータその7、中山実績。スプリンターズステークスが行われる中山 1200m はおにぎり型のコースを走るので、かなり特殊なコースです。で、 G1 ともなると中山1200実績が重要となりそうなものですが、結果から見ると実績は全く必要ないということが分かります。こちらは過去のスプリンターズステークスで中山実績が全くない馬で馬券に絡んだ馬の一覧となっています。過去10年で中山実績がない馬が14頭も馬券に絡んできています。馬券に絡んだ馬の約半数が中山実績のない馬となりますので、中山実績があるとかなしとかは特に気にしなくても大丈夫というデータです。で、今年出走する有力馬で中山実績が全くない馬というのが、グランアレグリア、ダイアトニック、レッドアンシェルあたりがいるんですが、中山実績がないからといって評価を下げるという必要はないということになります。ということで、ここからはまとめに入りたいと思います。おそらく一番人気になるのはグランアレグリアだと思います。マイルでアーモンドアイに勝ったというのはかなりインパクトがあるし、 1200m も高松の宮記念で2着と好走しているので、本命候補の筆頭になるのは間違いありません。休み明けになるけど、桜花賞、阪神カップ、高松の宮記念のレースぶりから見ると、休み明けが一番パフォーマンスが高いというのは間違いないです。で、この馬の弱点としてはスタートがあんまり早くないことです。阪神カップも高松の宮記念もスタートを遅れ気味に出ていたので、内枠に入った時に、まあ、果たしてうまくレースができるのかというのが不安点となります。スプリンターズステークスは中山の最終日に行われるので、馬場状況は必ず変わってきますが、今の内枠先行有利な中山の馬場のままということになると、かなり苦しい戦いになりそうです。で、同じようなことがダノンスマッシュにも言えます。もともとスタートがあまり良くない馬で、今年は去年よりもマシになりましたが、去年はそのスタートの悪さが原因で3着に負けたようなもので、明らかに取りこぼしたという感じが強いです。で、前哨戦はうまくいって、まあ、本番で取りこぼすということが続いているだけに、また同じ流れで果たしてうまくいくのかというのがポイントとなります。で、今のところ一番注目は
一番の注目馬は去年2着のモズスーパーフレアです。前走はかなりハイペースなのに2着に粘るという競馬をしました。もう少し楽にいければ、まあ、勝てたレースです。で今年の場合はメンバーを見渡すとこれまでのレースより楽にレース運びができそうな感じです。でまず去年のスプリンターズステークスで2番手3番手を走ったファンタジスタとマルターズアポジーはいないし、京阪杯で2番手を追いかけた西野ラッシュもいなくって、でシルクロードステークスや高松の宮記念で2番手につけた星雲構成も今年は出走してきません。で高松の宮記念で3番手で追走したクリノガウディは金層のレースぶりからすると先行はしなさそうだし、ナックビーナスも引退しました。前走の北九州記念で追いかけたジョーカナちゃんとゴールドクイーンもいません。そう考えると今年はラブカンプーとビアンフェあたりしか、まあ、モズスーパーフレアに突っかかりそうな馬はいないということになります。でラブカンプーは前走でスピードの違いを見せつけられただけに、まあ、モズスーパーフレアを叩きに行くとは思えないし、ビアンフェも前走のレースぶりからすると天のスピードが足りません。そういったことからもモズスーパーフレアは金層の中ではかなり楽に走れる気がします。あとは、まあ、ババが味方すれば勝てる可能性はかなり高いと見ています。今年のスプリント重賞は荒れ傾向になっているので、まあ、人気薄の馬もこれからあと1週間しっかりと分析して、まあ、最終決断をしたいと思っているところです。で最終決断動画は来週の金曜日に枠が出た後に買い目とともに一緒に、まあ、順番を注目馬の順番をつけながら予想動画を出そうと思っておりますので、まあ、そちらの動画も参考にしていただければなと思います。今回紹介したデータを、まあ、さらに分析して皆さんもいろいろどんな買い方にするか考えながら1週間過ごしてみてください。もちろん今週の予想も後ほどアップロードしたいと思っておりますので、そちらの方も参考にしてみてください。じゃあ2020年スプリンターズステークスの1週前データ分析動画こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたね。